まあ一応ロフト付きなんですけど、ちょっと僕はあんまりいい思い出ないもん。原宿で家賃2万円前後、3畳まで両和室ロフト付き、おまけにテラス、そんな部屋一体どうなってるのと向かってみると、あ、どうもどうも、大都会原宿へようこそ。いらっしゃいました。いたー、彼が噂の福島さん。再現ドラマでは女役から子役までこなす芸達者。あの、そちらの階段をずっと上がっていただいていると、一体どんな変な部屋が待ち構えているのか。どうなってるの。ようこそいらっしゃいました。こちらずっと、玄関になっております。はい、こちらが我が家でございます。これが噂の3畳 2K ロフト付き。一見広そうに見えますが、人一人足すと見てください、この狭さ。お客さん来た時はこのテーブルがこうなっておりまして、100万になってます。あの、こっちはあの和室で、あの書斎、一応ロフトを、まあ、つけまして、和洋折衷いろいろある、2K プラスロフト付き、これで原宿19,500円ですから、これに勝る家はないですね。1畳の和室の基本形は寝室、ところが田舎から送ってもらった毛布1枚で個室に早変わり。バカ野郎、チキショウ、クソ、お笑いなんかやめてやるなんてことは思わないんですけどね、こんな風にあの1畳のスペースをミーティングルームと僕は呼んでますけど、使ってます。2畳の洋室、実はフローリングもどきのカーペットが敷いてあるだけ。カレンダーの後ろには押し入れ、あら、扉がないと思いきや、実はこの押し入れの扉がロフトの床代わりになっていたんです。重量的にはこれぐらいが限界かなと。これ以上ね、重くなるとこうだんだん下がってきまして、これ窓の開け閉めがねきつくなってくるんで、で、まあこれ以上乗せないと。さて、あのこれから寒い冬がやってまいりますが、この冬の寒さよけにですね、あのいいアイデアがあるんですね。このプチプチくんをですね、この窓全面に貼っちゃうわけですね。これはもういいですよ。これね、このプチプチくんを貼ると、この中のあったかさがこう外に逃げないね。あ、すごくね、冬あったかいんですよ。これがもう見事完成図ですね。両方の窓、これプチプチくんを貼り詰めると、もうこれでもう窓の開閉も OK ですし、それで暖房費はもうバッチリですよ。できましたよ、できましたよ。そんな広い家じゃないだろう。ね、そんな広い家じゃないですけど、ほら、うわー、あーあー、煮立ってる。ああああ、これ大丈夫ですよ。これあのイベントでもらったやつですから。買えよ。自分で買えよ、お前。本当に買ったもん。あ、これがね。お前どこで買ったもん、何があるの？これはね、大阪からね、出てくる時に持って出てきたんですよ。これ下げて。ええ、原宿ってすごいですよ。いろんなもん落ちてます。え？これほら、これこんなん落ちてるんですよ、原宿で。うわー、すごいでしょ。これ使えるの、まだ？使えるんですよ。拾ったこれ、こたつね。拾ったやつね。ええ、うん、これもらった冷蔵庫。もらった冷蔵庫ね。これあの、ニュースペーパーのマースケさんからもらった。もらったですね。これ拾ったトースター、うん、ね。で、まあこの辺全部原宿って芋落ちてますね。3畳 2K ロフト付き、走行費は無料が、しかしここに泊まると、でもまあね、文句言うとキリないですから、寝ましょう。寝ようか。明日もありますから。電気、うん、消していいですか。うん、おやすみなさい。おやすみなさい。明日もよろしくお願いします。はい、お願いします。あ、何やってんだよお前。何やってんだよお前。やめろよお前。向こう向けよ、向こう。狭いんですから、しょうがないじゃないですか。しょうがないけどさ、お前、手を握るなよ。いや、ほら、あったかいものを求めたくなる季節ですから。何やってんだよ。お前、お前、まさかお前。いやいや、してないですよ。お前、え？
してないでしょ。してないっちゅうねん。いや、なんで泣いとんねん。いや、何感動ねん。してないって。もう二度と止まんない。これからも本当お世話になる。いやいや、なるなよ。こんなとこで。お前も、物一個ぐらいは買ってみろよ。